先ほどのレスタルブ、ね、そうです。で、まあ、こうドライブをしてきて実際に町の近くに車を止めて、そうですね、この辺がちょっとトレーラーだとカットされてたところになるんですけど、あ、なるほどね、うん、ずっとつながってるのが多分分かりますよ、見るともう本当車でドライブしてそのまま止めて歩き出せると、はい、という具合に街には入っていくんですが、こっから先ちょっと切り替えてます何これ俺見てないんですけど、はい、なんすかこれ。ちょっとね、変えさせてもらいました。あの、さすがにいろんな NPC が配置されていて、でいろんな要素が見えちゃうので、はい、ちょっとね、そこは変えさせていただき、特別に、まあ、大藤さんが街を見せたいって言ってオーダーしてたので犬になってちょっと昔のバージョンの街、作りかけの街を歩くという、そういうものに。ドッグカムって書いてますか、はい、犬のカメラですね製品版にこういうのがあるわけじゃないんですけど、これいつ作ったんですか。これはあのその街をチェックするときに作ったやつですね、はい、非常に犬のモーションのクオリティ高いっすよ。そうなんですよ、まだ実験作ですけど。ああ、そうですか、はい、まあ、時々こうやってまだまだ仕上げてないところも普通にあるんですけど、でもまあ、でキャラクターも全然配置されてないんですけど、うん、なんとなく街の雰囲気は分かってもらえるかなと。本当に広いんですよね。広いですね、うん、でもここ一番広い街ではないんですよね。ここは市場ですね。ここで食材を買ったりして、はい、そのまま今度は旅に出て、でキャンプをして、はい、そこで料理をしてご飯食べて、なるほど、いい効果がついて、うん、でもずっとキャンプを払いでいると効果が消えるという、そんな感じでこうサイクルが回っている。なるほど、はい、おゴミですか。そう、ゴミですね。お、早送り長かったんでいやー広いな本当に。ちょっとでこれちなみに奥の方に、あの犬の挙動はいいとして奥の方に行くと実はすごく重要な場所がすぐあるんです。本当今俺は犬の行為だけを見てましたよ。そうですね、犬に注目いきましたねでこういう裏路地とか本当雰囲気ありますよね。はいはい、そうですね、はい、でもここがもうちょっと絵的にもブラッシュアップされてイベントや実際に買い物ができる機能が追加されて、うん、おそらく皆さんが